ああ、本当によく来てくれた。あの頃は小さい子羊みたいだったのに、それがもうこんなだ。私は今も相変わらずさ。でも君たちは違う。君たちは風みたいに通り過ぎてしまう私の脇をね。全校生徒諸君に次ぐ、昨夜 B 棟17号室において不埒な行為を行おうとした A 棟寮生ジャック・ドレンを本日限りで方向処分とする。今後も伝統あるラコンブラード学院の名を汚すような事件に際しては、私ロスマリネは生徒総監として厳重な処分を恐れん。懐かしいだろう。え、この教室、校長の名講義も君たちにかかっちゃ肩なしだったな。お元気なんですか、校長かい。めっきり老け込んだよ。この頃はアルルの病院に入り浸りさ。ベアティパークレスピリトコーニャムイプソールムエストレーニムチェロール、ベアティミーテスコーニャムイプシポシデブントテアラ、ベアティクイルージェントコーニャムイプシコンサラプント。アスカルビゲヘッグレストエストオルティマヤンスクルプシスティネ。いいえ、こんなラテン語なんてもん覚えてる暇があったら、僕はもっとためになる本を読みますね。クール。オディエルナディエリンガラティーナファンタエスティアスリンガモルタノステデームスドデレシエンチャムナ。出なさい。どうだい、まるでバケーションだろう。今日は外出日だからね。連中こぞってアルルへ繰り出している。今頃はおそらく羽目を外しているんだろうな。同じだよ、君たちの時も、僕や君のお父さんのアスランなんかの時も。セルジュ、17号室もあの頃のままだ。このところずっと空きで、今は予備室ということにしているが、見るかね、行ってきたまえ。あそこは君一人の方がいい。でも大概にな、ルーシ教授もルイ・レネ先生もお待ちかねだ。ご老体のイライラは怖いからな。ジルベール、僕だ。ごめんよ、遅くなって。今帰ってきたよ、ジルベール。いいかい、開けるよ。11号室サッフォーレーバー、12号室コナンティソット、13号室サッサとしろ、14号室デビエマーシュ、15号室アンリーノア、ブーシュシフォン、17号室ジルベール。あの、あ、ジルベールはいません。君は？セルジュ・バトゥールです。ああ、今日入ってきた子ね。どう、ジルベールとご一緒で。余計なことを聞かなくていい。ジルベールは不在か。先に行け。どうかね、部屋の具合は。とても気に入ってます、ワッツ先生。そりゃよかった。本日も規律に乱れなく諸君と共に過ごせたことを感謝する。消灯。母さん、素敵な母さんの絵いただいたよ、ワッツ先生から。
僕は今ここにいるんだ。父さんのいたラコン・ブラード、バトゥール、アスラン・バトゥールの息子さんか。こりゃ驚いた。彼は僕の後輩だったんだ。3年下で大学までずっと一緒だった。紹介しよう、ビート監督生のカール・マイセだ。よろしくセルジュ、仲良くやろう。ワッツ先生、カール、ためらいなく僕をまっすぐに見る。来てよかった。どうしたんだろう、同室に僕が入ったのに。ジルベール、一体どんな。呼ばなくちゃ。カール、カール、カール、起きて、カール。うるさいな、カールは寮生じゃないから夜は町の下宿へ帰ってるよ。急用なら車間のとこへ行けよ。ジルベールだろ、俺が見てやるよ。吐いたものが使えたんだな。危うく窒息するとこだぜ。どれ、蘇生させなきゃ。蘇生？蘇生というのは仮死状態のものを生きた人間に戻すこと。俺は断然近代的実学教育の編成を要求するね。古典人文学ばかりじゃ世界の発展に遅れちゃう。蘇生なんて言葉は生物科学の常識だぜ。さてと。はあ、騒ぐな、肺に空気を送り込んでるだけだよ。それよりリズムを取れ、早く。1 2 3 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 1
君にキスをしようとしたって？ああ、勘違いです、きっと。あんな体でいきなり、そんな。キスか、なるほどね。助けてもらう代償に君を誘惑するつもりだったのかもしれないな。誘惑？やつは帰りたくなかったんだ。同室に君が入ったんでね。でもこの雨だ。怪我をして耐えられなくなって戻ってきて、それで。やめてください！誘惑なんて、男が男に。大事、代償って何です？僕はルームメイトを放っておくなんてできません。わかったよ。引き上げるぜ、俺は。カールが君をここに入れたわけがわかる気がする。あの、名前は？パスカル・ビケ。年は上だけど君と同じ B 級生さ。落第が趣味なんでね。あの、こんなこといつも慣れてるらしいけど。そうだな、初級ってとこじゃない。ま、頑張ってお付き合いしなよ。
邪魔邪魔。フランス紙のレポートを返却する。不可のものはもう一度提出すること。エルバ、リョ、ゼルフィーか、トリスタンか、バリエ、リョ、ジルベールか。ジルベール、ジルベール、これさ、これね、知ってる？夜中にまたあいつ、カール！ジルベールがいないんだ。夜遅く帰ってきて怪我をしていて、熱だってあるのに。パスカルから聞いたよ。気にしなくていいんだ、よくあることだから。でもセルジュ、君によく話さなかったのは僕の間違いだった。あの部屋に入れることにはワッツ先生は反対だったんだ。でも僕は信じてる。彼は変わり者だけど、心の底から悪いんじゃない。彼に対して真っ白な君ならうまくやれるかと思うんだ。セルジュ、これは半ば僕たちの頼みだけれど、彼との共同生活を試してみてくれないか。難儀すると思うけど、誓って僕も力を貸すから。こんなにされちまって、ブローのやつ。ドレン、痛いよ、そこはやめて。いいんだよ、15分きっかりじゃなくたって。その代わりね、セルジュ・バトゥール。おせっかいのカールがよこしたいい子ちゃん、僕の部屋から追い出すように仕向けてくれたら。でもお前はブローのものだ。ロスマリネがそう決めた。ブロー？カレースープの味のするオス豚。あいつはレポートで僕の体を買っているだけ。悪魔だよ、お前ってやつは。こんな白い肌の。ああ、ドレン、ダメだよ、触るだけって言ったろ。約束を果たしてくれたら、その後で好きなだけね。駆け足！なんだあいつ、やけにうまいじゃない、入ったばっかしのくせに。貴族なんだってさ。へえ、あんなジプシーみたいなのが。遅くなっちゃった。ギルベル、もう戻ってるかな。セルジュ、早くしないと夕食に遅れるよ。ありがとう、ギルベル。よかった。どこに行ってたんだい。ダメじゃないか、熱があるのに。夕食どうしようか、持ってこられるといいんだけど。バカだな、外に出たりするからだよ。熱がある。ダメだよ、ちゃんと寝巻きを着なきゃ。はあ、目が潤んでる。舌を出してごらん。さあ、僕を誰だと思う。触るな、二度と命令なんかするな。命令？命令？僕はただいつもああなのだろうか。誰に対してもどうしてあんなに。寂しくないんだろうか。ん？済んだぜ。きつかったぜ、ベッドの下で3時間は。だったら早く始末しろよ。心配するなよ、後でちゃんと森へ捨ててきてやるさ。動くな。約束だったよな、終わったら好きなだけって。
嫌だ。お前と寝る気なんか最初からないんだ。この嘘つき野郎。嫌だ離せ。騒ぐなよ。騒いだって無駄だ。お前の嫌いなルームメイトはエーテルで眠ってるからな。手を焼かせるなよ。教えてやるよ。ブローラーより俺の方がずっといいんだぜ。いった。ジルベール、見てやらなくちゃ。この匂い。こんなことをするために僕を。やめて。部屋でもあるんだ。そんな不潔なことには使わせない。偉そうな口聞くじゃないか。ジルベールがここでこういう相手をすることは誰でも認めてるこった。僕は認めない。ジルベール、君もだ。恥ずかしいと思わないのか。どうしてもって言うなら僕の見えないところでやれ。それが礼儀だ。さ、今すぐこいつに出ていくように言え。出ないと。出ないとなんだ。始まった。ジャック・ドレンだぜ。かわいそう、あの死に。どうだ、余計なおせっかいはやめようという気になったか。暴力で人を押さえつけるような人間には死んだって屈辱できません。出ていかないなら人を呼びます。待て、この部屋のことはみんなが黙認してるんだ。誰も声やしないぜ。どうかな。頑張るなあいつ。こうなりゃとことん痛めつけてやる。どうせお前をこっぴどい目に合わせるとこいつから頼まれていたんだからな。ジルベールに嫌われてるってことがそんなショックなのか。なぜ僕は何もしてないのに君に何も。あいつはそういうやつなんだよ。邪魔なやつはどうなったっていいんだ。さあ、これに懲りたら車間に頼んで部屋を変えてもらうんだな。卑怯だ、卑怯者。サルだ、そんな気がない。出てけ。入れろ。ごめんだ。一枚。ジルベール、そりゃないぜ。どけどけ、チキショしい寝巻きだ。まだ一度も袖を通してない。薬飲まないか。君が今後僕に何をしようと勝手だ。だけど不当なことは絶対に許さない。
その日からジルベールは変わった。でもそれはただ単に僕の目が変化と見えたものに惑わされていただけだったのかもしれない。その栄光と能力とによりて最も大いなる尊き約束を玉石は何時らをしてよりてもってこの世における情欲の腐敗を避け神の本性に預かるものたらしめたままんためなれば主よ栄光をあなたの慈しみと誠のゆえに主よ褒めまつれ主の皆を褒めたたえよ。若さから来る自信が僕を存在にしていたのは否定できない。僕は変えることができると思っていたジルベールを。ただひたむきな心で彼に対するというそれだけのことで。何か用かい？もうみんな行っちまったよ。やがて僕は知ることになるのだ。ジルベール、君は復元を張った黄金色の盾元、選び抜かれた者にのみ危うく触れてその音色を響かせる。そら逃がした。うわ冷てぇやれやれセリーこっちやっちまえまったく参っちまうよ。セルジュのやつすばしっこいんだから。バスから、それにカール、外は楽しいよ。あ、こっちにす。ごめんだね、まだリウマチにはなりたくないよ。雪がなんだよあ、今度は何の本？育児の医学。ほら、今度お母さんになるのかよ、パスカル。バカ言え、種の繁栄という問題はだな、人類にとってジルベール、ジルベール、嘘だろ。さ、おいでよ、君だってここに入る権利はあるんだ。さあ、僕たちのところへ来ないか。さあ、の、喧嘩はダメ。さあ、おせっかい。キスして、ここに。よせよ、ふざけるな、みんなが見て。いいじゃないか、キスして。そうしたら行くよ、パスカル。手を離せよ。君にみんなを紹介するつもりだったけどやめたよ。嫌なんだ、こんなことと友達を取引するなんて。じゃあ行くがいいさ、僕を振り切って。ノン、君が話すんだ。やった、最高だぜ。ジルベールが振られたどうなることかと思ったよ。やめてくれよ、そんな。だってさ、あいついつもあんな手で。そうさ、みんな誘惑されてひどい目にあってんだ。おっとましい。まるでクルトもネカーもキスをせがまれたことがあるみたいな言い草だな。なんでよ。そんなんじゃないけどさ慌てて帰ることはないじゃないか、いくらパトロンに振られたからってさ。そうだよ、せっかくおいでになったんだもんな焼き栗パーティーってのをやってたのさ、ちょうどいいやお暑いんじゃないの、暖炉のそばじゃ。いいんだよ、お脱ぎになっても。裸がお好きなんだもんねほら、焼きたての栗だ。どうぞお召し上がりを、王子様。おや、お嫌い？栗は下々の食べるものだったかな。二
懐に入れておやりよ。構わないからさ。あっちだ、ちょ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 、何すんだよ。ああ、ジルベールがジャックを火傷させたぞ。あー、ひでえ。僕は何にもしてないのにさ。拾えよ。そうだ、拾えよ、クリーン。お前がやったんだろ。早く拾えったら。どうしたんだよ。できないのか。お手手が汚れる。ああ、あれ、火の中にも一個あるぜ。おお、大変だ、燃えちゃうぜ。早く拾ってよ、ねえ。え、何を探し。お、やるぞやるぞ。本当にやるのかよ。やめろ。セルジュ。まったく何を騒いでるんだ。こら君たち。お、謹慎だ、夕食なき。起きろ起きろ、朝だ。はぁ、こいつ寝正面してる。早く始末しろよ、監督生が天候に来るぞ。ゆうべ寒くて僕ね、トイレに行けなかったの。わかったよ、じっとしてて。やーい、寝正面だれ。セバスチャン、こら。やーい、育児だし。まったく、なんて。泣かない、泣かない。静粛に。本日は諸君の待ちに待った外出日である。食事が終われば自由に外出することを許可する。ただし服装に気をつけ、我がラコンブラード学院の栄誉を汚すことのない行動をとってもらいたい。お腹の大きい人やのマリエッタ、誰のせいだか。元気出せよセルジュ、今日だけは忘れよう。学院のこともジルベールのことも、うん、僕もカールだっているじゃないか。一緒に町へ。お人よし、またお説教会。侮辱されるのはまっぴらさ。僕は知ってるぞセルジュ、かっこいいナイトのお芝居にみんな惚れ惚れしただろうけど、君はあの時火の中の僕の手の痛みを感じたわけじゃない。正義感ぶって見せただけさ。いい親の娘が男に惚れたよ。アルルだ。アルル、そこは自由の空の下にあった。月に一度だけ僕たちはそこで伸びやかな大気を吸う。息づく社会に触れ、いたずらと戯れ、リンゴ酒を飲んでちょっぴり大人の気分に浸った。本当に僕はジルベールのことを忘れていた。つかの間、いや、ひょっとするとしばらくの間。
その時、僕は僕自身を父の記憶に重ね合わせていた。ピアノの上には幼い日の僕がいて、母は優しい聴衆の中から僕たちを見つめてくれていた。チロルの思い出、幸せだった短いあの頃、大切な僕の淡い記憶。じゃなかったの？どうだかね。やだね、見せつけちゃって。帰る。え？ジルベールに悪いことしちゃった。やっぱり一緒に。冗談じゃないよ。これからが楽しいとこなんだぜ。なんであんな奴のことそんなに気にするんだよ。セルジュ、君さ、もしかしてジルベールに恋しちまったんじゃないのか。クルト、そんな。じゃあなんで追っかけ回すんだ。失敬じゃないか。いいじゃないか、誰と一緒だって。まるで恋人取られたみたいにすっ飛んでってさ。やめろクルト。恋人？恋？僕が？自覚がないなら言ってやるよ。君はあの汚いホモ野郎にイカれちゃってるんだ。取り消せー。うっ、言ってやで。パスカル、止めてくれよ。おい、犬の喧嘩はと。取り消せってさ、取り消せ。汚いってなんだ。自分は綺麗だとでも言うのか。人間なんてみんな汚い。君だって、君に何もしてないジルベールをけなすだけ汚いんだ。てやで、人の気も知らないで。ジルベールはホモ野郎さ。ホモ野郎は汚いんだ。分かったか、この野郎。やっぱり水が一番だ。なんだい、帰ろうねか。気分壊れたよ。あんなやつもう絶好だ。セルジュ、あっち行って。なぜだ、なぜこんなに胸が。君のせいだ、ジルベール、ジルベール。こいつなんかさ、マリアの前じゃ何にも言えないの。それでブランド引っ掛けて、その勢いでさ。帰ってこない。もうとっくに門限時間を過ぎてるのに。消灯。恥じ入りもせず、よくあんな。言ってやらなきゃいけないんだ。あんな遊びはいけないって。それから、それから。
話があるんだ、ジルベール。シャツを着て、こっちを向いて。命令口調は嫌いだと言ったろ。何のお話か知らないけど、聞く耳は持たないね、裏切り者の SS 正義官さん。ジルベール、僕が悪かった。でも、僕に当てつけるためにブローなんかに体を。君のためにだって笑わせないでくれよ。そんなことをしなきゃならないほど僕が君に関心を持つわけがないよ。じゃあ君は本当にブローとあんなことをするのが好きだって言うのか。ジルベール、好きかだって。そうさ、好きだと思う。キスをするのも抱かれるのもね。抱くってのはね、ただ抱きしめることじゃない、分かってる。愛撫して、キスをして、体中欲望でいっぱいにして、それから、やめて、もういい、ジルベール。セルジュ、セルジュ、逃げないで。冬季試験が始まった。それは夏季と並ぶ重要なもので、特に最上級生のバカロレア準備級へ進級する者たちにとっては、その結果が教授たちの推薦の可否に関わっていた。誰も彼も一切の雑多なことを忘れていた。ジルベールはすっかり無口になった。時折つと立って窓辺へ寄る。そしてどこか遠いところを見つめるのだった。まるでじっと何かを待っているかのように。ジルベール、ジルベール、試験が。無断で失礼。ジルベールがいないようなので君を待っていた。ジルベールに伝言を。戻ったらすぐ私の部屋へ来るようにと。君はピアノを弾くそうだね。は、はい。ルイ・レネ先生が興味をお持ちのようだ。言ってあげたまえ。ロスマリネ、生徒総監、白い王子。すごい迫力。君らしい格好だ。規律第22条、目上の者に対する時は礼をもってせよ。違反だな。手紙。礼をもって改めて出直すか、それとも罰を受けるか。
手紙を。オーギュストボン、なぜです？ひどい人だ。やめたまえ。栗ごとの似合う年じゃない。痛みも快楽も心と肉体で同時に感じる体、あれをそのように育てたのは私だ。熱くたぎって体の中を通っていったもの、それしかあれは理解することができない。やはり残酷なご趣味です。趣味？願わくば私も預かりたいものだね。趣味で生を受けた者の甲骨。あれにはもっと苦しみがいる。そうすればあれの神経はもっと鋭敏になる。猥雑な衣装を脱ぎ捨て裸の感性そのものになる。自虐行為によってですか？歪んだ精神のトルソー。なぜ君に言える？それが人の真実の姿ではないと。いいかね、ロスマリネ。あれには何の手助けもいらない。受け止めてやってはいけないのだ。そんなことをするとあれは汚れる。汚れて鈍い皮膚と曇った目の凡庸の中へ落ちていく。許さないぞ、そんなことは。あれは私のものだ。私だけのものなのだからね。奇跡？いや、夢か。再びあの才能をこの手にすることができるなどと。どうだね、そのピアノは。はい、少し弦が重いですね。父のピアノに似ています。重く静かな調べが似合うような。君が父上に似ているのだ、セルジュ君。え？
こちらはルーシュ教授、君の父上を教えられた方だ。え、このピアノは君の父上が気に入って倉庫から出してきたものだ。僕はルイ・レネ、3年下のアスランとまあライバルという気分だった。父の匂いだ、これこそ僕の父の。年が明けたらレッスンを見てやろう。ここへ来なさい。ジルベール、寒くないのか、ジルベール。雪か、今夜は白いノエルになるな。お話ししたジルベールのルームメイトです、セルジュ・バトゥール。ほほう、君が。お出にならないのですね、今年もミサには。どういう資格で出ろと。学院の後援者、それともジルベールの後見人としてかな。だけよ、もっと強く、きつく。骨が折れるぜ。折れよ、もっと、もっと。あ、我らが愛を悟りたるは、キリストが我らのために命を捨て魂を持ってなり、我らもまた兄弟のために命を捨つべし。ねえ、マナンが来てるの？うん、ミサが終わったら一緒に家に帰るんだ。いいな、羨ましいな。でも僕はさ、うちでクリスマスプレゼント用意して待っているってさ。我が少子よ、我らは言葉と舌を持って愛すべからず、行いと誠意を持ってすべし。行く気なし、失神するまで抱きしめてみろ。できないなら離せ。あ、もっとだよ、もっと。もっと強く、どうにかして。僕を正気でいさせないで。神は我らの心より偉大に増しまして、万事を知りたもうなり。慈愛なる者よ、もし我らの心、我らを咎めずば。ああ、正気でいさせないで。いっそ殺しても構わない。そうだ、殺して、この体をめちゃめちゃにして。おーら、邪魔邪魔、上級生に道を開けろ。半年ぶりに島流しから解放だ。またな。じゃあな、セルジュ。また2週間後。生きてろよ、セルジュ。なんだよお前、そんな格好で。僕は残って勉強するよ。だいぶみんなに遅れてるし、それにルーシュ教授のレッスンを受けることになったから。僕はパスカルやカールに嘘をついた。パリの家に帰るのをやめたのは、おばたちの煩わしさから逃れるためだった。父母の香りのないバトール試着家を自分の家と思うことは僕にはできなかった。ジルベール、どこに行ってたんだ。ミサにも出てこないで。ジルベール、君は一体人を脅かすのが趣味なのかい。
ジルベール、どうしたの？眠いのかい？どっか具合が悪いの？困ったな。パスカルもカールももう帰っちゃったけど、ワッツ先生ならいるかもしれない。どうしよう、先生を呼ぼうか。熱はないみたいだけど。ねえジル、あ、ジルベール、な、何よ、やめてよ。抱いて助けて、セルジュ、抱いて、今夜僕と寝て、お願いだセルジュ。バカ！できないよ、そんなことできない。苦しいなら薬もらってきてあげるよ。一晩中背中をさすってやるよ。だからもうそんなこと僕に。ジルベール、ジルベール、どうして、なぜこんなことになった。君をこんな風にめちゃめちゃにしてしまったのは何だ。一体誰が。あっち行け。そばにいて何にもできないなら行っちまえよ。わかった。そんなに言うなら君と一緒のベッドで眠ろう。だけどそこまでだ。わかるだろう。服を脱いで。何もしないよ。髪かけて。なり合うものだなんて。その時僕はまだ知らなかった。ジルベールを包んでいた大きな影、オーギュスト・ボー、あの人のこと。僕たちは同じ息を呼吸していた。胸は同じ鼓動を刻み、一つに溶け合って流れた淡い透き通った時、初めて出会う僕がそこにいた。ジルベールの中に。